クロゲンの粉末スープを後入れする理由を知ったことに対するにちゃんみんの反応。袋麺のラーメンを作るとき、裏麺の作り方を読んでいるでしょうか。今更確認しなくても作れる人、大体で作っている人も多いかもしれません。確かに、インスタントラーメンはそんな風に、誰でも簡単に作れることも大きな魅力の一つです。しかし、裏麺に書かれたメーカー推奨の作り方は、より美味しく、安全に食べるためのポイントでもあります。粉末スープは火を止めてから入れると書かれているのも、そのためです。家庭で作るインスタントラーメンをより美味しく味わうために、火を止めてから入れる理由を確認しましょう。三角火を止めてから粉末スープを入れるのはなぜなぜ粉末スープは火を止めてから入れるのでしょうか。ハウス食品のホームページではその疑問に答えています。鍋の中で粉末スープを麺と一緒に加熱すると、スープ本来の香りが飛ぶことで、風味が変わってしまうことがあります。ハウス食品グループより飲料様々な旨味や香りを閉じ込めた粉末スープは、いわばインスタントラーメンのよう。それが知らず知らずのうちに損なわれてしまっているとしたら、非常にもったいないことです。袋麺で美味しいインスタントラーメンを作るためには、火を止めてから粉末スープを入れましょう。手間のかかることではないので、これからはちょっと気をつけながら、作ってみてください。ついほぐしすぎているかも。袋麺のインスタントラーメンを作る際には、鍋で湯を沸かし、そこに袋麺を入れて茹でていきます。麺は最初固まった状態なので、お湯の中でほぐしながら茹でていきますが、この時、ほぐしすぎないことがポイントです。つい中まで早く火を通したいという思いからお箸で麺を触りすぎてしまうことが多いのですが、ほぐしすぎると麺の表面からでんぷんが流れ出てしまい、食べた時のツルツル感が失われてしまいます。お湯に入れたら1分ほどは触らず、1分経ったら麺の裏表をひっくり返してまた1分茹で、自然とほぐれてきたものをお箸で軽く広げる程度で良いようです。もちろん、茹で時間などは商品によっても違うため、まずはきちんとパッケージに書かれた作り方を確認するところから、始めてください。今は配膳の時以外マスクしないけど、最近は丼にスープ先に入れるのばかり食べているけど、1のような安いのはあんま食べない。一度この世間知らずのお坊ちゃんだよ、常識だろ。一説明書通りでも途中でスープ入れても味の違いがんからんぞ。1、3分は茹ですぎ1分でちょうどいい。そんなに変わらん。3だよな、所詮インスタントラーメン。3自分もそう思う。むしろ麺に味を染み込ませるために茹でてる途中でスープ入れる方が好きだ。22真似すんじゃねえ。22俺は味染みない方がいいからギリギリに入れるわ。22それ麺に味が染み込むのがうまい派だから常に一緒にやってる札幌一番味噌ラーメンは特に。3等大丈夫か？完食して丼を頭にかぶるのが江戸渋さ。4なんたさいくつだよ、白黒テレビでおば級を見てた世代かよ。4落語には一切出てこない逸話を江戸渋さとして広めた杉浦修がこの罪は重いといった話家がいた。粉末スープって丼に直接入れるでしょ。5は芋それ。5俺もこれ。5普通はこれ。192俺土鍋で作ってるから丼使わんは楽でいい、冷めにくいし。ご元祖インスタントの世界国民食、辛ラーメンは煮込む。269売りなら万世。269世界初のインスタントラーメンはチキンラーメンだぞ。269吉祥。ご説明が気に従え。ご説明読めよ。推奨理由めちゃわかるけど粉っぽくダマになることもなくはないので最初から入れる派。課長の塊やん。8インスタントラーメン食うと課長のせいで舌が痺れるような人より鋭敏な舌なんでインスタントラーメンは食えないわ、楽にこんなもん食える人がすげえって思ってしまう。514最近おいしんぼ4玉では理解したう。8未だにおいしんぼがう。丼に粉末スープ入れといて鍋のすべてを丼に。10ミーブ。10ユキヒラ鍋のまま直食いだわ、わかめもぶち込んで。10粉末スープを丼に入れるまでは同じその後お湯だけ入れて溶いてから麺を入れてる。うっかりさんが粉塵爆発起こさないで済むためかと思ってた。11うっかりさんが粉塵爆発起こさないで済むためかと思ってた、これも思ったう。40でも、実際に粉末スープの粉の分量で直火にぶちまけた程度でどの程度のこと起こるんだろう。丼にスープ別で作るし。貧乏人。13今はそこそこ高い。50税込みで80円くらいはするな、初狩り麺のうどん、そば、焼きそば等なら税込み27円で買える。50、151これめっちゃ美味しいけど袋麺なのにスーパーで170円税込み187円。モスルー麺神女神。茹で時間3分のところを1分とか30秒で食べることを自慢げに言う奴がたまにいるけど、あれ何なん。14普通じゃない俺すげえ。14硬い方が好みというアピールでは。14ただの会話の一つなんじゃないの、それを自慢されているように感じるお前の問題だと思うよ。27なんでも自慢に取る人っているよね、青葉みたいな認知障害の脳みそ持ちだと思って避けてる被害妄想でガソリン放火されたら嫌だし。14なんでもかんでも卑屈に受け取るなよ、生きにくそうだなお前。14ただ単に片目が好きって個人の思考やろ。それ示されただけでキーキーわめくなやけられ。14猫舌。14あなたアスペルガー症候群の疑いがあります。14片目が好きって話をしてるだけなのに自慢げに聞こえるお前がやばい。14それカップ麺でしょ。書いてる通りにやったら伸びすぎるやつがあるんだよ。186ペヤングがそれだな。14俺をその辺の奴らと一緒にするなというアピール。14自慢げに言ってたらそやつぶりたいんやろ、微妙なルーティンを語りたい、そうはいるさ。14うちの夫がう体に悪いから年に1回しか食べない自慢も一緒に1回も食べなきゃいいのに。14九州の人間なんだろ。465九州の人間が豚骨ラーメンバリカタとか食ってると思ってるの。14まさか批判されるとは思ってなかったんだろ。笑いそれわかる。それと全く同じごと書き込もうとした。敵なレスがつくと思ったんだろ。笑いでも叩かれまくってるから無言で逃亡笑い。14バリカタ言いたいだけのやつ。今味比べしてるけど言うほど変わらない味も香りも、むしろスープで煮込んだ方がうまいかもしれない。丼に入れるから俺には関係ない。カレールーも火を止めてからとかすしな。
18それは理由が違って70度くらいの温度が一番溶けやすいからだってよ。ラーメンと違って入れた後また煮込むし。61刻むの面倒だから板のままレンチンでいいよ。鍋でやると薄くなるから丼に移してから振りかける。19度上より靴266お湯の量間違えて薄めてしまったとかじゃないのと、エスパー若干少なめで茹でて丼に入れてからお湯を足してるわ。丼に入れてるで終わったらそのお湯で溶かしてるけど、鍋に短いでだと洗うの面倒だし、ラーメン屋でもこの手順でしょ。茹でてるラーメン屋は麺茹でてる鍋にスープ自家入れしてんの？わしは麺が硬いうちに入れて煮込んでるよ。そんなに大した味だっけ？最近食べていないからわからん。ゴルゴの話で粉の袋が出てきたら粉塵爆発ネタ。味噌は風味飛ぶのと同じで常識だろ。七味唐辛子とか見たら何も辛くないぞ。え？粉末スープは先に丼に入れてお湯注ぐんじゃないん？やけどするからだと思ってた。麺をスープで煮込む派なので問題なし。ラーメン通がやってくるぞ。鍋が汚くなるから丼で粉末スープとかすは。34それ洗う手間が増えるしな。っていうか4分だったり3分だったり後乗せだったり、なぜ説明書きをもっと大きくわかるところに書こうと思わないのか。ハウス、好きやねんの解約。36それやねん粉スープと液体スープ2つの時は他にない味で好きやったねん。いろいろと勉強になるな。丼でお湯で溶かして麺をイングオン。ハウスが袋麺。と思って HP 見たら、うまかっちゃんがあったハウスだったのね。やっぱり鍋ではなく丼に入れている人多いなう。44あの歌が脳内に流れるわう。44これ逆再生でコマ撮りしてんのかな。よくよく見ると面白いね。44白菜椎茸人参音符。72季節のお野菜いかがです。知ってるよ、粉塵爆発の危険があるからだろ。札幌一番塩ラーメンが一番うまいね。46何気にトップバリューの塩がかなり似てる味にスープをパクってる麺はスープほどはパクれてない気がするが、まず茹でたお湯は捨てた方がうまいぞ。鍋で茹でてる面倒やってる時点で大して面倒でもないやろ。47そう考えていた時期もありました。しかしポロ1に限っては茹でたお湯にスープを入れた方がうまいと思う。おいしいじゃなくてうまい。80ポロ1は麺にも味がついてるからね。最近の袋麺は言い方が変わって、丼の方に粉末スープ入れて鍋から湯と麺を注いでくださいって説明の仕方してるな。砂糖入れたらスープの旨味が引き立つ。グツグツ煮込んでたわ。キャベツと溶き卵と餅入れて、水少なめ。札幌一番味噌だが、51危険物でもないし、自分が一番美味しく食べられるやり方で良さそう。51札幌一番味噌ラーメンはスープ入れて少し煮込んだ方がうまい気がする。粉末は先に丼に入れといて、鍋に麺を茹でたらその茹で汁で粉末を溶かして麺を最後に丼に入れてる。俺は丼に入れる花火に入れると水の量を測らないといけないから、丼に粉入れるといつも同じ味。世界一の辛ラーメンは粉末スープで煮込むんやで。糸麺のちゃんぽん麺は火を止める前にスープ入れるはず。誤差の範囲やろ。どうでもいいやん。茹で方は袋に書いてある推奨にしたらマジで美味しくなった。でも一緒に煮込むのもあるよね。粉末は丼に入れて茹でた麺と湯をかけるよな。いちいち茹でる水を測るのがめんどくさい。カップ麺はたまに食うけど袋麺は10年ぐらい食ってない気がする。てか丼の型に入れるし。素人は勝手に自分流で調理するからな。メーカーのプロが試行錯誤した結論を信用してもらいたいよ。68料理音痴は大抵それが原因というな。レシピを調べない、調べても謎の自信で独自のアレンジをする、だが自分では味見はしない。結果はと、世の中には袋のインスタントラーメンをまずく調理する人たちがいるのだ。俺、ずっとほぐしすぎてたみたい。丼に粉末入れるって発想すらなかった。丼に入れて少し湯入れて混ぜて、あとは一気に麺とドバッと入れる。バリ方が好きだから袋ラーメンでもやかんでお湯注いでる。水を袋裏の規定量にするとほとんどの製品がくっそ薄くね。いつも8掛けぐらいでやってるわ。75メーカーによる最近のは確かに薄いの多いね。丼使うって発想がない。丼に開けて、茹で汁で溶かしてたわ。キャベツにスープが染みているのが好きなんでスープと煮込みます。それはハウス食品の話。湯の量を間違えると困るから、丼に粉を入れる茹でる湯の量気にしなくてもいい。足りなければポットの湯を追加すればいいし。粉塵爆発。スープは丼に別に沸かした湯で作ってるわ。湯で汁はしてる。84同じく。あの茹でつゆはカロリーがなかなかあるらしい。115カロリーはそれほど気にしてないんだけど、油臭さが抜けるよね。食べ比べたけど実際ほとんど変わらないから火消しさずに入れてる。辛ラーメンはスープ入れて煮込むのよな。麺に原爆落とせば解決。89ちょっと待ってちょっと待って、おっぱカンナムスタイル。勝又だっけ、麺を別茹でして湯切りしてからお湯で溶いたスープと合わせるやつ。90それがうまいぞ、割とやってる人多いと思うぞ。91もそれは、煮る。冷凍食品でも肉味噌の味が抜けるから電子レンジ推奨とかあるけど、どっちも大して変わらんぞ。麺にスープを染み込ませたいじゃん。鍋を洗うことを考えると匂いのきついスープは丼に入れたいかな。ひとめろや湯気で粉が袋にくっつくだろ。塩ラーメンだけはスープ自分で作る本出しと、ウェイパーと塩好みで柚子胡椒めっちゃうまいぞ。ラーメン屋なんてフリガルに投入した直後にこれでもかというくらいかき混ぜるよな。野菜から出ただしブロード。お捨てて新しい湯に粉スープ入れるやつがいたらそれは致傷だぞ。麺を湯切りして、別で沸かした湯に粉末スープ溶かして注ぐのが普通だろ。麺にるスープ入れる卵をとくつゆたすぎた。味音痴な父は水の段階から麺とスープを入れて作ってる。麺は麺だけで湯がいて、スープはお湯だけで溶いておく。で、茹でた麺を丼に移してスープと一緒にしてもよし、別皿に入れてつけ麺風に食べてもよし。麺もスープも一緒に煮るのは麺の余計なものも溶け込みそう。最近のラーメンは作るの面倒くせえな。イライラするぜ。191袋開ける肉。138からなら袋ごといけよ。138体開ける粉入れる、シャカシャカするゴリゴリ食う。174ベビースターラーメンって今でもあるのかな。189位までもあるよ。お前193あるんだ今度、菓子売り場見てくるのし。109一方で冷凍のは作るのが楽になった。109袋のまま麺を砕く中の粉末スープをかけてよく振る。165ご飯に卵をかけるご飯うま。自分は卵を入れたいが半熟は嫌派なので、沸騰してから火を止めたお湯に卵を入れて、表面がある程度安定するまで放置して、それから弱火にしてある程度固まるまでゆっくり茹でてからラーメンに取り掛かる。スープなどさじである。
110やっぱり卵が大事だよな。レンチン目玉焼きがマイブームです。単純に量が減るから器に入れてから入れてた。まるちゃん袋麺味噌ラーメンしか食わないけど、あれは麺を湯切りして茹でつゆもして、スープは丼で別に作るやり方より麺を茹でた鍋の中に粉末スープを混ぜて作った方が美味しいよな。札幌醤油を牛乳で炊くとカルボナーラ。せっかちな俺は水の時点で麺を入れたりする。丼に粉入れると間違いないものな。鍋に適当に水入れて麺入れて茹でたら、お湯だけ丼に入れてかき混ぜて麺入れたら完成。丼では粉入れて煮る煮た方がスープに甘みが出る。チキンラーメンに直接お湯注ぐのが手間と味のバランスを考慮して最適。粉末スープは皿の型に入れてるわ。醤油味は醤油足すと美味しい。顔やめて粉末を入れてもっかい火をつけて煮込んでたけどダメだったのかよ。126自分が一番美味しいと感じる作り方が正解。しつけながら入れて煮込んだ方がうまいんだけど。そもそもインスタントラーメンの香りが嫌い。へえ、でも肉野菜一緒に入れる場合は風味より先入れて味染み込ませた方がよくね。香り欲しいならブラペでいいし。器の型に入れてるわ。札幌醤油は粉末入れた後卵を落として白身が固まるまで煮込む。135では麺がほぐれた瞬間に卵を入れて煮込んでから粉末を入れる。142それだと黄身が破ける時があって、まあやり方の問題だがな。142同じ感じ、麺入れる前だと白身が鍋にこびりつく。鍋に粉末スープを入れると油まみれになって洗う手間が増える。丼に入れてるわ。袋麺はお湯からレンチン麺のもちもちが団地。あんまり神経質になるのもあれだと思うよ。自分が手間じゃないと思う方法で食う方が長続きする。チキンラーメンには粉末スープついてないんだが。味うんぬんじゃなくて普通に吹きこぼれるし、何言ってんだ。体調次第だよあんなもの。チキンラーメンも煮込んじゃうんだよな。147煮込んでデロデロになったやつがうまいんだよ。乾燥ネギは丸ぬほどいらない。148気が合うな。絶対いらないよな。醤油系ラーメンに最後ごま油をあしらすと、あら不思議で前、今日の出来上がり。多分その風味が変わっていることに気づかないと思う。ラーメン屋で見る、器に醤油だれ入れてスープ注ぐみたいな作り方するんか。粉末とお湯だが。でも最近の粉末スープは湯じゃなくて水にもよく溶けるだから、夏場は水に溶かしてさらに氷を入れてから麺を入れる冷やしラーメンの出来上がり。153近年紹介されてるからやってみたけど、冷やしの札幌一番はうまくて何度も食べたわ夏にね。うるせえ、俺はドロドロにふやけさせてくれてんだよ。粉塵爆発を防ぐためです。さあ確信。煮詰まった方が好きだからこれからも最初から入れる。ハウス食品のラーメンも見なくなった気がする。生醤油とかだと沸騰すると風味が大きく変わるのはわかるけど、粉末でもそうなのか。煮込んで麺に味が染みるの嫌ってるのかなとか思ってたわ。カップ麺に粉末スープ開けてから、まだボコボコ沸騰してるお湯をかけるのは OK なのか。もう少しスープの粉末増やしてほしいな。どこのやつも薄い。鍋蓋に乗せて食べるのが正式なんだよな。止めて粉末スープ入れて丼に移さず鍋直ぐいしてるわ。テフロンだから洗うの楽だし。入れる水を少なめにして最初からキャベツと麺を煮込みながら作ると、インスタントラーメンで焼きそば作れるよ。味も悪くない。お前ら生き生きしてんなう。168しね。168ある意味インスタント麺も家庭の味があると思うわう。そうだったんだ、知らなかったわ。でも早めに入れて煮込むけどね。インスタントの袋麺にそこまでこだわって作る意味ない。食べられればそれでいいんだから。しょっぱいのが好きだから麺にスープを染み込ませたいので、火を止めて粉末スープを入れてからまた少し煮る。あれだろ、火をつけたまま入れると火を消し忘れるみたいな。鍋で肉と野菜に溶き卵を作って火止めてスープ入れる。違う鍋で麺だけ茹でてる間にネギを刻んで、麺の湯切りしようとしてスープの鍋をざるに開ける。俺今何やってんだってなってから、もう具も麺もスープも全部一つの鍋で一気に煮ることにしたわ。丼の型に入れろ、スープの濃さを調整できる。丼に粉末スープ入れてお湯で溶いてから麺入れるかな。まあ所詮インスタントなんでどう作ってもいいと思うが。知らんかったわ、食えばよいから気にしないけど。ジャルメラだけは鍋で煮詰めるわ。とろみが出るぐらい濃くして食べるのが好き。そりゃそうだろ、丼に粉末入れないと。ちょっとでも水多くなったらスプの味薄くなるだろ。あんなインスタント麺でいちいち水を計量してられるか。粉末スプは丼に入れろが正解じゃ。粉末を薬のように口に含んで茹でた麺を一気に流し込むやけどするからおすすめしない。そんな海原を山みたいなやつがインスタント食わねえだろう。184個のインスタントラーメンを作ったやつは誰だ。袋麺じゃなくてさ、スーパーとかの冷蔵コーナーにある茹でるタイプのラーメンで美味しいのってあるの。微妙に値段も高くて挑戦したことないんやが。187山岸のつけ麺4玉はいいぞ、スープ別売りだけど。187東洋水産の昔ながらの中華そばはたまに食べるとうまい。一人前入りだから余らないし値段も高くない。くそくだらん話になるが、札幌一番塩ラーメンを牛乳少なめで作るとカルボナーラっぽくなる。鍋に粉スープ入れたらお湯が多いと美味しくなるがな。 Y-大丸。190鍋のどこまで入れるか目分量でわかるようになる。カップ麺はお湯入れる前に入れるだろ。あれも本当は最後に入れた方がうまいのか。うまかっちゃんの麺がうますぎる。湯気で湿気って袋から出なくなるしな。火は止めろよ。スープが薄くなる失敗はみんな必ずしてるんだな。俺もよくするけど。まずまず鍋に水入れて沸かします。時に麺入れて柔らかくなるまで煮ます。火を止めます。ラーメン皿に麺全部と茹でつゆ適量を戻します。そしていよいよ粉末スープを入れて麺と混ぜ混ぜします。最後にお好みでトッピングをして終わりです。食卓まで持って行ってお召し上がりください。電子レンジでやってるから加熱しながら歯早く入れてない。茹で汁そのまま使う歯多すぎてくっそ。わろた203野菜や椎茸の茹で汁を捨ててたら頭悪い。お湯は少なめで味濃いめで煮込むのが正解。好きにすればいい。わかるけど札幌一番味噌ラーメンは卵とじで煮込みたい。ジャンクフードはあえてジャンクな食い方をするのもあり。ビロンビロンに伸びた油揚げ麺もおつなもの。自分は牛丼とか店で食うよりも弁当にして30分くらい放置したつゆが染みて固まったご飯が好き。211何から何まで正論だ。茹でてる最中に粉スープ入れると泡立って吹きこぼれねえか。210密よりで茹でるからでは。まあ粉は丼に入れて溶かせが正解なんですけどね。そもそも IH なので火は使わない。醤油ラーメンだったら、かつお節を少し入れると美味しいよ。なければ味の素かハイミーを4を振りするだけで味が一段アップする。札幌味噌ラーメンは美味しくなくなったね。なんでだろう。普
通は粉末スープを丼に入れてお湯も新しいのを入れるよね。217それスープが透き通るけど味が物足りなくなる麺を茹でた濁りにも旨味があるのです。241インスタント麺はこれや生麺みたいな手間暇かけても味薄くて物足りない。217普通は茹で汁を戻す。深夜食堂はこれやぶってたな。他にも物によっては早くから入れると麺のほぐれが悪くなるものもある。主に液体系大した手間ではないし手順通りにやれば OK。 完全に間違った作り方だとどれくらいまずくなるんだろう。大して変わらないような気もするが、一番安全なのはインスタントを食べない。粉末に引火爆発の可能性。226カップラーメンに入ってる火薬は危険かもしれない。大して変わらんよ。袋麺程度にそこまで求めてないから。味噌ラーメン矢印味噌をつけ足す醤油ラーメン矢印醤油をつけ足す塩ラーメン矢印味塩をつけ足す。228マジでそれで問題ない。麺の茹で汁をそのままスープにするやついる。麺は多めの茹で茹でた方がうまい。汁はスープで別に沸かす方がうまいんじゃね。ってやってると火を止める前に鍋に入れることはないんじゃね。230スープ用の湯を電気ポットで沸かして麺を茹でる湯と別にしてみたが面倒なのでやめた。う230お湯が多いなら麺が茹で上がってスープを入れる直前に減らせばいいだけだし、別に沸かしたお湯が美味しいかどうかは個人の好みによるのでどうでもいい話。みんなと同じじゃなきゃ世界が回らない。系遅れの権威主義って怖いね。289それぞれの好みでいいわな。別に火を止めてから粉末スープを入れましょう。Y は粉末スープは丼に入れてるわ。麺とかが茹で上がったら丼に入れて混ぜるだけ。そんなことどうでもいい。チキンラーメンは偉大だな。う234チキンラーメンも作り方次第で味がだいぶ変わる。鍋で煮込むと逆にまずくなるんだよな。1日置くと別の食べ物に変化してそれもまたおつなものである。よくあるインスタントラーメンを倍うまくする方法みたいなやつ。そこまで手間かけてんなら生麺使えば一番うまいのにアホやなと毎回思う。卵が高くなってラーメンに入れることがなくなった。238チキンラーメンに卵を入れるとまずくなると思う。卵ポケットなんかあるからつい入れちゃうけど。259卵を小皿に出して軽くレンチンして乗せたら美味しいと思うぞ。272卵はカップにお湯入れて卵落として溶かしないと危険じゃね。ポーチドエッグはそれでできるけど。272そもそも卵と一緒に湯がいたらうまく作れないよ。卵が固まるまでに麺がほぐれてしまう。317卵をすぐ割り入れるのではなくてコツがいるけど、白身だけ先に落とし、黄身の周りにある白身をギリギリまで削ってから黄身を入れると早く固まりますよ。333すごいテクニック。面倒くさいんでマグカップに卵入れて30秒チンして食べる直前に乗せてます。この時間だと卵がギリギリ爆発しない。373昔実家で親に趣味のケーキ作りを手伝わされてた時にあれ白身と黄身を分けて混ぜるのでよくやらされてた。う317卵は別で固めるんよ。たまに卵落としてお湯で別に煮るの。レンジで29秒程度でもよい。238卵の値段戻ってきてない？10個入り200円くらいまで戻ってる気がする。291気をつけて鳥インフルまた出始めたから上がる可能性あるよ。買いだめできるなら少ししておいた方がいい。冷蔵すれば一月は生食余裕。305は鳥インフルまた出てきたのか。そりゃまた値上がりしそうだな。やめてからだと卵や野菜に味が染み込まんだろ。開発者より俺作る方が絶対うまいわ。火を止める前に粉入れて作ったラーメンと火を止めてから粉入れて作ったラーメン、目隠しで判別できたら神の下。240下ではなく鼻香りが違うので食べなくてもわかる。麺につゆを染み込ませるためにも早めに粉末を入れて煮込むべき。鍋焼きうどんと同じ理屈。茹でずに乾麺に粉かけてバリバリ食すのが通。そもそも麺を茹でたお湯は捨てるだろ。244野菜と麺を一緒に茹でると野菜の栄養と旨味が湯に残るので捨てないよ。244昔の話だなそれ。札幌一番味噌なんて最初に入れて煮込むと麺に染みてうまいけどな。245丼にスープ溶いて後から麺だけ入れたことあるけど煮込んでないから粉末だった。276スープには味噌も入れないと。まず沸騰したお湯を少量別の器に入れてそこで生卵を温めておきます。チャルメラ醤油は麺がほぐれてきたら火を止めて粉末スープ入れた後、温めておいた生卵を投入後、蓋をして弱火でやや煮込ませます。卵の白身が固まったあたりが食べし、卵だけで美味しくいただけるのがチャルメラの良いところ。昔はコードアキラという芸人がいて奥さんが火をつけたままスープ入れてめちゃくちゃ怒ったのを思い出した。親とか10分くらい見て麺がドロドロになってるんだけどうまいうまいって言って食ってる。最近はインスタントラーメンを食わんな頭にむしゃくしゃした時に、うさばらしでペヤングのでかい焼きそばを爆食いすることはあるぐらいだ。大して味変わらんからどうでもいい。一応水にかくと粉塵爆発の危険性があるからだな。液体スープは好きじゃない。やっと粉末よ。嫁が鍋に粉末スープ入れる作り方するんだよ。バカだからスープが多すぎて丼ギリギリで見た目最悪の味が薄いんだよ。作り直せ。というし。チキンラーメンをそのままかじってた頃もあったが、ベビースターラーメンをつまみに出会ってやめたわ。火をつけたまま入れると、ブワーってなるしな。即席ラーメンの作り方って知能が出るよな。スープや薬味は丼の型に入れるな。いや丼に粉末を入れておく方がはるかに効率が良いだろ。味の濃さも調節できるし。最初からスープ入れた方が、圧倒的に美味しい。入れた野菜も甘くなるし。スパイスは匂い飛びやすいからな。カレーとかも蓋につく水分をいちいち鍋に戻すと匂い保ちやすい。飯作る手間が惜しくてインスタントなわけだから、本人が一番楽だと思う方法で良いと思う。俺おっさんになったらインスタント食うと腹下すようになってしまったからめったに食えない。気持ちの問題っしょ。カレーうどんは粉入れてから煮込んでとろみつけろよ。溶けるでんぷんを気にするぐらいなら、溶ける油を気にしようよ。湯で湯は捨てろ。281油だけにするくらいなら食うなと笑い。カップ麺全部無理やし。294溶け出すでんぷんによる旨味低下を気にしてるのに。365自分の矛盾点や間違いには寛大なんだよな。それをざっと眺めるとまあ人それぞれやね。インスタントなんだから好きに作って好きに食えばいいよ。具を入れる場合にはやはりスープを完成させながら卵とかを入れて固めないとな。粉塵爆発って知ってるか？だっけ284熱膨張だな。304あらら違ったかすまん。袋ラーメンは安いから食ってたのに最近の値上げの連続で食わなくなった。スーパーの袋麺よりまずいラーメンやなんなん。
袋麺の粉末スープ3年前に比べて量が1割2とかになってるんよな。味のついた麺ってなんでチキンラーメンしかないの？味噌味とか塩味あってもいいよね。特許関係かな。スープはあらかじめ器に入れておきます。乾麺タイプは好きに作っても味は大して変わらんが、生麺タイプは茹でとスープを別々にしないとダメだからめんどくさい。スパイスカレーとか作るとスパイスって驚くほど水蒸気と一緒に香り持ってかれるのがよくわかる。293カレー料理は食べる前に SB の赤缶の粉末を好みでかけてカレー味を足すとうまいよ。煮込むってなんだよ。その辺のラーメン屋が煮込んでるの見たことあるのかうばかしたが。最後までご視聴いただきありがとうございます。議論はまだまだ続いていましたが今回はここでおしまい。思うところがあったらコメントやチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。